ユッシェーズラ・オールスンはデンマークの作家。研究職などを経て1985年にグルーチョ・マルクスの本を2冊出版し作家に転身した。1997年に出版されたアルファベットハウス2010年に出版された特装部級カルテ番号64はベストセラーとなった。コペンハーゲンに生まれる。姉が3人おり。 4人兄弟の末っ子である。父は、生科学者のヘンリー・オールスンで、幼少期は、国内の精神病院を転々とした。10代後半には、複数のポップグループで、リードギターを担当した。コペンハーゲン郊外のレズオーアの、公立学校卒業後、医学、社会学、映画制作などについて学んだ。1970年代後半には、出版社で働き、 カートゥーンのスクリプトや構成、報道などに携わった。1980年、デンマーク発の漫画の百科事典コマクレックスの編纂をはじめ、1985年に完成させた。1984年から1985年にかけてグルーチョマルクスに関する著書を2冊上司した。初めて商業的に成功した作品は、1997年に、 上司したアルファベットハウスで秘密任務を帯びた二人のイギリス人パイロットが第二次世界大戦でドイツで撃墜される物語である。2002年に上司したオージー・フンタッケデガダーンはイラクを舞台としたスリラー作品で大企業の破壊活動を専門とするインドネシア人が石油会社の破壊工作を依頼されるという作品である。2006年のワシントンでクリテッドは アメリカ大統領選挙前夜に民主党の最有力候補が暗殺されるところから物語が始まる。特捜部級シリーズの第1作特捜部級、檻の中の女は2007年に第2作特捜部級、記事殺しは2008年に出版された。デンマークを舞台としたシリーズはベストセラーでトップとなり著者の人気をより高めた。2009年には 第3作、特装部 QP からのメッセージがシリーズ第4作、特装部 Q カルテ番号64は2010年に出版された。作品は中国、ドイツ、日本、オランダ、ロシア、スペイン、スウェーデン、イギリス、アメリカ合衆国など36カ国で翻訳されている。アルファベットハウスは映画化された。ドイツでも非常に人気があり、 数ヶ月間トップ223作がランクインし、ドイツ人を抑えて2011年で最も人気のある作家となった。ありがとうございます。